いわき市の小名浜港に集まったのは、海上保安庁の機動救難士と消防の水難救助隊。いずれも海難救助のエキスパートたちです。海上保安庁によりますと、新型コロナの影響で釣りなどのアウトドアレジャーが人気を集めていることから、海への転落事故も増加傾向にあります。今日は釣りをしていた男性が海に転落したという想定で訓練が行われ、隊員たちは海底6メートル近くに沈められた人形を探し出し、声を掛け合いながら堤防へ引き上げました。お互いが同時に一つの要救助者を助けるという目的に向かって行動することができれば、より早く要救助者のためになりますので、こういった訓練はこれからも続けていきたいですし、このように海上保安庁の方と、訓練を一緒に実施できるということは、今後の、力のアップにつながると思いますので、今後も海上保安庁の方と一緒に訓練をして、レベルアップにつなげていきたいと思います。海上保安庁などでは、釣りの際はライフジャケットを着用し、周りで人が溺れていた場合は118番や119番通報をするよう呼びかけています。Thank you.